皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日2024年、6月の29日16時12分、農林水産省の大臣や、農林水産省の方たちや、各国会議員や、地方知事や市長の方たち、各議員の皆さんへのメッセージと、マスコミの友側の人たちへのメッセージなんですけども、今日ちょっと私の家の前の、こういうふうな、兄の第一タウンハイツの草ですね。これを、数ヶ月に一回、草刈りとかを行ったりとかして、廃棄されてたんですけども、この近くで、同じ兄の中町三丁目で、牛を飼われてる農家さんがいらっしゃるんですけども、その牛さんが食べたりしないかなと思って、聞きに行きまして、あと、耕作放棄地とか、畑させてもらえないかどうかと、そういうふうなことを、聞きに行ったりとかしてたんですけども、牛さんは、何でも、草食べると、こういうふうな草も食べますし、こういうふうな草も何でも食べると、いうことだったんですけども、人からこう勝手にもらって牛に与えたらダメだとか、何かそういうふうなルールがあるみたいなんですね。ちゃんと草を乾燥とかさせて、で、何かいろいろルールがあるみたいで、それで、引き取ってもらうことができなかったんですけども、発想としてエネルギーの残存量問題がありますから、自分の家の近隣とかで、余計な雑草が生えているところの草を買って、近くに、牛が飼われている、その牛さんの餌にできたらなというところがまず1点と、それは結局、今の現状のシステムだと、無理だったんですけども、多分その辺のところ、変えれるんじゃないかなとは思うんですけども、それどうでしょう、国会で話どうしてもらえませんか。もともと牛さんってその辺に生えてる草とかを食べてるわけじゃないですか。だから刈り取った後すぐに持って行って、食べてもらう分に関しては、多分食中毒というかジンマシンというか、牛さんが、そういうふうなことにはならないんじゃないかなと思うんです。で、それと、あともう一つ、残念なことが、耕作放棄地が、自宅の近くの有野川の近くにあって、で、その牛の農家さんの方に、その近辺でしたから、聞いたら、そこの土地だったら、すぐそこにある細井さんっていう人の家の、土地だから、その人に、聞いてみたら、どうっていうことで、その後細井さんっていう方のところへ聞きに行ったんです。そしたら、数年前までは僕も畑してたところ、お米作ったりしてたところ見てたんで、もったいないなって思ってたんですけども、なぜ耕作放棄地になったかの理由を聞いたら、岡場駅のところの物流センター、以前も何回か言いましたよね、物流センターがあるのに、その横に物流センターを作られているっていう、その無駄な工事ですね。で、そこにね、もともと池があったらしいんですよ。で、水路があって、その水利権とか、そういう権利を、その細井さんたちは所有されてたんですけども、そこの、物流センターのところ、もともと竹やぶとその池とか、あと畑とかあったんですけども、そこに物流センター作られてるんですよ。で、池ももう今、なくなって、水がもうないから、今、畑しても、多分ちゃんと育たないっていうことで、教えていただいたという形で、最初は僕はもうクワで、耕して、米とか作れないかなと、小麦だとか、そういうふうなことを考えてたんですけど、どこもやっぱり水路がないと無理みたいなんですね。で、その辺のところが、河川水門回式玉発電とか、川端発電とか、あとメタンガス抽出場とかは進んだら、その辺のところ次、余った電気を使いながらの工事とかで、ため池を作る。で、水路を作る。こういった作業になってくると思うんです。で、今、麻生太郎さんの声で、ホラーっていう声が聞こえてきたんですけども、多分僕は二十歳ぐらいの頃、自分が同じような行動してたと思うんですよ。
エネルギーの残存量問題とかを聞いて、で多分昔も同じ人のところに聞きに行ったような気がするんです。でまあそれは牛さんの、その時は牛さんの件だけで、その推理権云々とかは、まあ、勉強させてもらうみたいな形で聞いたりしていただけで、まあその頃はその細井さんたちが、まあ、そこでお米を耕されてたんですが、これやっぱり今してるその公共工事とかやっぱり無駄が多すぎると思いますよ。あとでもう一度し直さなきゃならないことを増やしてるだけなんですね。だからまあ今の話ここまで聞いてもらったら、もう農林水産省だけの話じゃないっていうことはもう分かりますよね。全国会議員の方や各都道府県知事市長、各地方議員の人たち全員含めてっていうことに、なってくるんです。で、まあ今でもそのウクライナからとかオーストラリアからもその小麦とかを輸入してる状態ですから、やっぱりその辺のところのエネルギーの消費量を考えると、エネルギーの残存量問題を考えると、やっぱり自分の国で小麦ぐらい作れなきゃならないっていう形になってくるかと思うんですけども、まあ一応まあ今日先ほどいろいろまあ尋ねに行って、まあそれ相応のまあ状況が分かったりだとか、まあそれがまあ今日の収穫ではあるんですけども、情報の今後公共工事も本当にしないことですね。まともな公共工事なんかまず見たことないです、本当に。だから被災地の復興だとかそういうことをしてたらいいんだと思いますよ。で、まず今時なかなか電柱変えることだってないでしょうし、まあ農業関係ですね。だからまあその辺のところも僕は今まで河川の横とかを撮影していて、まあ水路らしい水路が見受けられなかったところがやっぱり耕作放棄地になってたような気がしますね。だからまあその辺のところをまあある程度こう知恵を使って、何かうまい方法を考えなかったら、まあ今の状況かなり、まあまずい状況ですね。まあ今回は改善点として、その牛さんにその草とかをまあ農家さんの方に引き取ってもらったりだとか、まあそういうふうなまあ今日借り立てですだとか、まあそういうふうな何かルール作って、まだ買って1日しか経ってませんだとか、まあ何かそういうようなルールを作って、人間が手で持って運んでいく、まあビニール袋に大体詰め込むんですけど、ここの住宅の周りだけで年間どれぐらいのその草とかを買ってるかって言いますと、45リットルの袋をで、100袋分近く買ってるんですよ。数ヶ月に一回買ってるんですけど、またすぐ生えてきますんで、伸びてきますんで、まあなかなか、まあちょっとした面積でも結構、一年間で見ると、なかなかの量になりますので、まあいろんなところでそういうふうに、その辺から生えてる草とかでも、まあそこの、兄の中町三丁目の有野川の近くの、まあ、牛飼われてる農家さん、まあ牛、昔見たとき、3頭ぐらいだったんですね。だからこの辺一体歩いて持っていける範囲で大体の餌は賄えるんじゃないかなと。だからいろんな地域でそういうふうに活動すれば、だからできるだけガソリンを使わない生活っていう形ですね。まあその辺のところ農林水産省とかで改善していただけたらなと思います。で改善できたら、まあそれをテレビで告知したりだとか、各、まあ、JA だとか、まあそういうふうなところで、まあ一般人の方へ通達とか、まあ何かそういうふうな、工夫をするべきだと思いますね。以上です。皆さん長い間ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と着信通知の設定と、まあ、着信通知がまだの方は、
自分の身の回りの方に聞いていただいたり、販売店の方に聞いていただいたり、まあ、今一時停止を押していただいて、まあ、メモしていただいていたら、着信通知の設定のこととか、忘れる方は、忘れてしまうと思いますんで、まあ、そういうふうに対処していただいて、あとは、まあ、淡井さんの動画見といた方がいいよというような形で、身の回りの方に広めていただけたらなと思います。以上です。それでは皆さん、ご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。